グループとなっています。この後午後4時30分からのルリのステージ、どうぞステージ前に集まって一緒に盛り上がっていきましょう。今回記念すべき第30回を迎えました上の関水軍祭り。室町時代に村上水軍が居城を構え、その後毛利氏に統治された上の関の歴史にちなんだお祭りとなっています。古来から続く水軍の伝統を感じながらこのお祭り一日楽しんでください。この後ステージは午後4時30分からです。それまで熱中症対策をしながら会場内でお楽しみください。